はい、こんばんはです。寒い。今ね、16.6度かな。16.2度。どんどん下がってますね。どうなんだ。嫌になっちゃいますね。寒いとやっぱね、鳥がまともに弾けなくなるんですね。まあ、いつも弾けないんですけどね。さあ今日もね、ブルーザイから一周回ってみたいと思います。さあ何点出るんでしょうかね。じゃあ行きます。はい、スタンバイレディーゴー。よいしょ。ちょっと下打っちゃった気がするな。下で引いちゃったかな。とりあえず5発終わりました。ちょっと見ていきます。50点だと思いますが、ちょっと開けてみないと微妙。い、じゃあ続けて第2ターゲットに行きましょう。じゃあ行きます。スタンバイレディーゴー。漏らさないとダメなんだよな、今みたいな時。うわー、乱れてる。
なんとか。それでは、その、3発目は。時間ですよ。おぉ、入ってんのか、あれも。あんまりね、自分の中ではね、ちょっといまいちだったんですけど、終わってみればびっくり。100点でしたね。まあ100の 5X なんだけど、やっぱりねこういうのはね練習ではなくしたいんですね。試合じゃ歓迎ですよこれ。で練習ではねやっぱね少なくともこのサークルのね中に入ってたい、やっぱなるべく X に近いところにね着弾させたいんですね。まあとりあえずでも点数100点だったんでよかったですね。ではプレートに行きましょう。したいんだよな。プレートスタンバイレディ。さあちょっと意識しすぎてるな。何だよ。プレートスタンバイレディ。クリーンできましたね、下段ね。
おお。打てましたね。当たってるだけじゃなくてちゃんと思った通りに打てたのもね、5、6個あったかな。ということで56点14枚でしたね。さあ最後シルエット頑張りましょう。はい、ということでね、シルエットですよ。ここまでね、なんとね、156点ということで、4点落ちできてますね。さあ、196点目指して頑張りましょう。では、行きます。スタンバイ、レディー、オープン。さて。では、8メートルからやってみます。続いて9メートルですね。そこまでいい感じ。10メートルを狙います。なんとかだった。いや、やっぱリズムというかな、なんかあるんですよね、シルエットってね。外し出すと怖くなってくるっていうね。まあそれともなんとか上15点で取ったんで、フロー頑張りましょう。では、お互いでやな。では、シルエットプローン競技、参りましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。さあ、明日、試合形式練習会ね。うまいこと動画撮れるといいんですけどね。結構ドタバタしちゃうんだよね。8メートルから狙ってきます。はい、では続いて9メートル。下か。
今80メートル。30秒前です。うん、はあ、ちょっと上に外しちゃいそうな感じでしたが、さあ最後きっちりいきたい。よいしょ、時間ですよ。もうぴったり。はい、ということでそれぞれ終わった。たらセーフティーかけて15カバーをしてください。さてということでね、15点の18点で33点でしたね。明日ね、さっきも言いましたけど、今年最後のね、小林拓さん主催の試合形式練習会がね行われるということで、前回ね同じ点数で X 差で2位だったんで、今回はねちょっと優勝狙いたいと思うんですね、これね。よいしょ、はい、さあということで何点だったかな、18の15の18か、33189点、いいですね。の 5X ということでした。ね、明日ということでね、さっきも言いましたけど試合形式練習会と忘年会があります。それとね、APS3 ね今切れちゃってるんですけど、来週末あたりね上がってきそうだということなんで、お持ちの方ね、もうちょっと待っててくださいね。それで、ね、本日はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。